はい、皆さんこんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。今日はこちらアデニウムアラビカムホワイトジャイアントです。これは8月にタコ足のアデニウムを作ろうっていうことで、根っこの部分から下をね、カッターでスパッと切って植え替えたやつです。あれから2ヶ月ちょっと経ちましたので、ちょっと状況の方を見ていきたいなと思います。うまく根っこが出てくれていれば成功なんですけど、出てなかったら、やり直しという感じになります。ただね、これ見てもらうとわかるんですけど、青々とした葉っぱはぐんぐん出てきてますんで、成長はしてます。若干ちょっと大きくなったかなっていう印象です。ではですね、早速ちょっと しっかりとこれ根は張ってそうなイメージはありますけど、どうだろう。ペットボトルのキャップをね、下に埋め込みましたんで、さあこの軽くカレースプーンでちょっとほじってみようと思います。さあどうだろう。じゃじゃん。これですね、ペットボトル。どうでしょうか。これ来てるでしょう。この下から生えずに、横の部分からね、根っこがこれびっしり。上から見ると見にくいですけど、下から見るとこれ、タコ足になりそうな。とりあえずこれ、いいんじゃないですか。まだね、ちょっと弱々しい根っこですけど、ここにね、もうちょっと生えてほしいんですけど、まあうまくはいかないか。このね、ぷっくりとした形もいいので、ではですね、これで根っこをね、これ一本一本を太く育てたいので、ちょっとまあこうやって若干絡んできてますんで、絡まないように今から調整していきたいなと思います。はい、で今度使っていくのがこちら、発泡スチロールです。これをまあこんな感じに、埋めます。で今度アデニウムをこうやって置くんですけど、やっぱりこのここ切った部分から根っこが生えてきちゃ困るので、まあこんな感じでセッティングします。でですね、根っこがこれあまり
絡まないように使っていくのは今度爪楊枝なんですけど、こうやってちょっとくっつきすぎてるところをくっつかないようにこうぶっ刺します。で、この辺で、さっき一箇所ちょっと根っこが生えが弱いところがあったので傾けながら、こんな感じで、ここもちょっとこっち側に行ってほしいので、手前に根っこを移動させながら刺していきます。間隔が広がってるところはいいんですけど、この辺とか見えにくいんですけど、このこれですね、左にずらしてあげて刺すと、でこの辺が結構密集してますので、こんな感じで、ここも形を揃えつつ、こうやって鉢の中心にアデニウムが来てないですけど、まあしゃあないですね。よし、良さげかな。こうやって微調整して、ちょっとこの辺密集しているので、まあこんな感じですかね。爪楊枝串刺し状態で、また土をね、こうかぶせていきます。はい、できました。で、またこれでちょっと成長を待ちます。まあでもちょっと時期的に寒くなってきたので、まああまり成長はしないとは思うんですけど、なるべくね、日当たりがいいところ、あったかいところで日光をいっぱい当てて、根っこをね、太くしたいので、まあこんな感じでちょっとまた放置して様子を見ます。はい。まあね、今日はこんな感じでアデニウムタコ足チャレンジ2回目。まあ、とりあえずはうまくいってくれてるのかなっていう感じです。あとは、まあ大きくなっていけば自然と根っこも太くなっていくので、成長を待ちたいと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。